全体的な作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。あんたも働きに来たってわけ？感心ね。じゃあ私の作業を手伝いなさい。しっかりこき使ってあげるわ。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？切っていくわよ。これも忘れちゃいけないわね。見ればわかるでしょ。ゲームに使うサウンドのリストよ。必要な音源をいろいろ考えていたらこの量になったのよ。でも音楽や効果音はゲームを盛り上げるための大事な演出じゃない。だから妥協は絶対にできないわ。そうそう、あの曲も入れておかないと。まだまだ必要な音源はありそうね。まあまあね、最低でもこのぐらいこなしてもらわないと困るわ。もう昼休みも終わりね。早く教室に戻りましょう。やる気の上昇に効果。どう？勇者は姫を救うため当てのない旅に出た。仲間を集めながら勇者の旅は続く。勇者は携行用ミサイルを入手し魔王の城へ。ミサイルで城を魔王ごと木っ端みじんにしたのである。姫は根性で生き残り勇者と結ばれた。ほら生きてるでしょ、問題ないじゃない。何よ文句あるの？してちゃダメよ。次はもっと上を目指しなさい。今日もよく働いたわね。明日もこの調子で行くわよ。今日もお疲れ様です。日が暮れますね。キョン世の中ってバカばっかりよね。そうね、どうしてこの世がこう面白くないのかって考えてたんだけど、出た結論が世の中バカばかりだからってことに行き着いたわけ。ということはやっぱりここは私がやらなきゃダメってことよね。あんたみたいな無責任な態度を持つやつが多いからこうなるのよ。ちょうどいいわ。今作ってるゲームで世界を変えるわよ。全体的な作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。ただしやるからには妥協はなしよ。そ小泉君はその感じで笑ってて。ダメよみくるちゃん、そんな後ろにいたらちゃんと映らないでしょ。ゆきももっと撮影一つがゲームのイメージにつながるのよ。ある意味ゲーム制作以上に重要よ。もちろん私も着るわ。でもその前にみんなの指導が先。まだ何か足りないのよね。そうね、みくるちゃん、もう少し胸を強調するようなポーズをとって。このぐらいで満足してちゃダメよ。次はもっと上を目指しなさい。みくるちゃん、よく聞きなさいよ。グラフィック用の資料集めね。絵とは何かを知るためにも、今後の作業の進み具合はこれにかかってると言っても過言じゃないわ。場所はここでやるわ。わかりました。私の作業はと、まあ私にかかればどんな作業でもパパッと片付いちゃうから、大船に乗ったつもりでいていいわよ。それじゃあ作業開始よ。ただしやるからには妥協はなしよ。なんだって決まってるでしょ。ラフ画よ、ラフ画。これを元にイラストを描くんじゃない。あんたそんなことも知らないの？いいのよ、ラフ画なんだから。相手に何の絵だか伝わりさえすればそれで問題ないの。ちなみにそれは戦闘のシーンね。仕方ないわね。今日は私のセンスが理解できないんだから。はい、イベントへのラフかけたわ。私だって描いてないわよ。さっきの絵だったら描いたのってワンピースのはずだけど。キョン、あんたの先入観が不純だからそんな風に見えるのよ。どこが分かりにくいのよ。どこから見たってワンピースじゃないの。このくらいできて当然よね。次もこの調子でやんなさい。あら、何の話よ。それは違うわ。分かってないわね、キョン。発想に枷をはめてしまうとありきたりな作品にしかならないわ。今の段階ではジャンルにとらわれない自由さが重要なのよ。そうよね、みくるちゃん。はい、そうですね。明日の日曜日のことなんだけど、いつもの場所にいつも通り集合ね。遅れたら罰金だからくれぐれも遅刻しないように。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？今日もよく働いたわね。明日もこの調子で行くわよ。今日もお疲れ様です。もう日が暮れますね。待ったわよ、きょん。何よ、分かってるじゃないの。じゃあ分かってるでしょうけど、全員にお茶をおごってよね。それじゃあ今日も世の中の不思議を探しに行くわよ。夜明けはいつも通り爪楊枝でくじ引きね。無印ですね。僕も無印です。無印。あんたと私が同じ班ということね。覚悟なさいよ。何か見つけるまで絶対に戻ってこないからね。小泉君、 SOS 団副団長としてしっかりみんなの行動を監視しておくのよ。ええ、お任せください、鈴宮さん。行きましょう、きょん。この世の不思議を探しに。そうね、ここから行ける範囲だと商店街、図書館、並木道、それあんたに選ばせてあげるわ。不思議なことに巡り会えたら平団員から昇進よ。かくれんぼをしている子供たちがいるじゃない。始めと終わりでどうしても子供の数が合わないのよ。神隠しに合ってたりして。バッカじゃないの。実際に会ったら大変よ。私は神隠しに会って異世界を探検する方が面白いわよ。そうしたいのは山々よ。でも神隠しの神様は私の元に降りてきてくれないんだもの。神様に知り合いがいたらぜひ紹介してほしいくらいだわ。うん？何言ってんのよ。こういう地道な行動が重要なんでしょ。また機械を作って調査活動をするからね。それじゃあ今日のところはこれで解散ということで。それじゃあ皆さんさようなら。腹の立つ。なんで本屋に中世の衣装の資料がないのよ。その辺なんてとっくに探したに決まってるでしょ。いいわ、今日あんたが探して。団長命令。作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。よかったです。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。あんたも働きに来たってわけ？感心ね。じゃあ私の作業を手伝いなさい。しっかりこき使ってあげるわ。さあ張り切っていくわよ。こんなやる気のないの使えないわ。もっとわかりやすく雄大な世界観を説明できないの？いいわよ。これを見てもっと努力するといいわ。横にちょろっと解説が書いてあるでしょ。一つだけの世界観に統一したらきっと途中で飽きちゃうもの。これならどんな世界でも対応できるでしょ。私って天才。何その顔、なんだか不満そうじゃないの。なんか素直ね。まあいいけど。これゲームの世界観のイメージボード。自分で作っといてなんだけど、どっかで見たことある気がすんのよね。こういうのをデジャブっていうのかしら。そりゃ嫌いじゃないけど、この場合はそういう意味じゃないの。もうすっきりしないわね。悪くない出来だけど、もう少し効率的にできないのかしら。もう昼休みも終わりね。早く教室に戻りましょう。私掃除当番なのよ。当番変わってくれるなら先に行っててもいいけど。敵対的勢力が活動している兆候は現在のところなし。問題ない。万一の緊急事態には私が対処する。みくるちゃん、よく聞きなさいよ。あなたはね、 BGM 曲の作業ね。場面場面に合った曲をイメージしてちょうだい。その際にあくまで後ろで流れるものだということは忘れずに。場所はここでやるわ。頑張ります。それと私の作業はっとまあ私にかかればどんな作業でもパパッと片付いちゃうから、大船に乗ったつもりでいていいわよ。開始よ。いいわよ。ただしやるからには妥協はなしよ。きょん、まだ終わらないわけ？他に進めなきゃいけない作業はたくさんあるのよ。ヘルプのテキスト？そんなの1行で書き終わるでしょ？わからないことは自分で調べろ。はい、これでおしまい。当然でしょ？わからないからって何でも人に聞いてちゃ人間ダメになるだけよ。はいはい。私も作業に戻るけど、サボったりしてちゃ承知しないわよ。悪くない出来だけど、もう少し効率的にできないのかしら。はい、家でラスクを作ってきたんです。お茶と一緒にいかがですか？家にパンが余っていたので作ってみました。本当ですか？よかった。炭水化物に動物性脂肪とショ糖を含ませた。削っちゃおうかしら。あー、でもそうするとしかしてあんた忍者の末裔じゃないの？ってキョンのくせにそんなわけないわね。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？全体的な作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。はあ、よかったです。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。キョン、あんたも働きに来たってわけ？感心ね。じゃあ私の作業を手伝いなさい。しっかりこき使ってあげるわ。さあ張り切っていくわよ。ほら、見せてみなさい。現実世界のイメージだからって手抜きは承知しないからね。私が気に入らなかったら即修正よ。覚悟なさい。どれどれ？何よこれ、うちの学校じゃない。確かにそうだけどね。意外とまともにかけてるじゃない。ちょっとだけね。でも省略するところは省略して、目につきやすいところはもっと書き込まないと。これじゃなんだかのっぺりした印象を受けるわ。の絵がもっと上手くなるようにアドバイスしてんのよ。ちゃんと聞いて、これからもっと励みなさい。これからの作業が本番よ。悪くない出来だけど、もう少し効率的にできないのかしら。もう昼休みも終わりね。早く教室に戻りましょう。私掃除当番なのよ。当番変わってくれるなら先に行っててもいいけど。たせしました。よそ見しない。さて、この表によると、そうね、まずは小泉くんはキャラクターのグラフィックの作成ね。ゲームの中でも重要な作業だわ。キャラクターの表情一つでゲームの印象は大きく変わるものよ。目立つ部分でもあるし、頑張って作業してちょうだい。場所はここでやるわ。わかりました。それと、私の作業はと、まあ私にかかればどんな作業でもパパッと片付いちゃうから、大船に乗ったつもりでいていいわよ。それじゃあ作業開始よ。ただし、やるからには妥協はなしよ。が平凡すぎるのかしら。そうだ、代わりにあんたの写真を使ってみるわ。あんた面白い顔してるし。え、何よ、そんなの分かってるわよ。あんたの写真じっと見つめてると、なんか落ち着かないのよ。あんたの顔が変すぎるから集中できないのよ。どうしてくれるのよ。あ、その写真妹ちゃんじゃないの。ねえきょん、今度縦笛を借りてきなさいよ。小学生ってことはソプラノリコーダー使ってるんでしょ。決まってるじゃない。 BGM や効果音を作るときに使うのよ。悪くない出来だけど、もう少し効率的にできないのかしら。素敵ですね。今度お店の場所を教えてください。はい、地図をお渡ししてもいいんですが、今度学校帰りにご案内しますよ。本当ですか？約束ですよ。何じっとペットボトル眺めてんのよ。何か楽しい？エコに目覚めたとか？うんうん、ようやくあんたも分かってきたようね。ただのお茶とメイドが入れたお茶では圧倒的な違いがあるのよ。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？そうだわ、昼もみくるちゃんのお茶が飲めるといいわね。それならいっそ学食と交渉してみるのも手かもしれないわね。あそこのお茶を全部みくるちゃんに入れてもらうのよ。どう？それもそうね。仕方ないわ、この案は諦めましょう。全体的な作業の進み具合の報告をします。少し先行してるんじゃないかしら。今の感じを保っていけば結構いい感じになりそうだわ。よかったです。素敵なゲームを作りましょうね。余裕があるのはいいこと。それは喜ばしいことです。実際に作業している身としては少し安心しました。おや、こんにちは。そこで長戸さんと出会いましてね、一緒に作業へ行くところなんですよ。グラフィックに分類される作業、現段階では特に問題は認められない。僕ですか？そうですね、サウンド作業の予定ですよ。一人で間に合うとは思いますが、お手伝いがあれば嬉しいですね。それでは僕は自分の作業に行きます。支援に感謝する。それでは作業を開始する。作業の進行具合は 85%。 もうすぐ完了する。そう、教わった。でも必要ない。プログラムに生じるタイムラグを計算すると、マニュアル操作の方が迅速に作業を進められる。問題ない。ない。問題はない。快適。進捗率を上方修正。教室に戻る。私掃除当番なのよ。当番変わってくれるなら先に行っててもいいけど。朝比奈さんと鈴宮さんはまだのようですね。どうです？僕と一勝負。僕はチェスでも囲碁でも構いませんが。そうですね、あなたが決めてください。じゃんけんですか。いいですよ、受けて立ちます。なるほど、心理戦というわけですか。ポン。泣けてしまいましたね。わかりました。それと、私はヨガって出かけるんだった。私が見てないからってみんなサボってちゃダメよ。ヨウはヨウよ。平団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。じゃあみんなよろしくね。これはわざわざ僕を選んでくださるとはどうした心変わりですか？それなら実在のものを参考にすればいいのです。そう、例えばタロットカードなんかどうです？ご存知ですか？タロットには大アルカナと小アルカナとがあり、一般に大アルカナの22枚がタロットカードとして認識されてますね。小アルカナとはいわゆるトランプのカードのことです。ただトランプカードの中にも1枚だけ大アルカナが含まれてます。そう、ジョーカーですね。タロットには正位置と逆位置がありますね。位置によってカードの象徴する意味も変わってくるのです。大概は逆位置は悪い意味になるようです。これくらいできれば十分でしょう。いや、助かりました。ちょっとキョン、だらけすぎよ。家に帰るまでが遠足って昔から言われてるでしょ。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？あ、見てみんな、空になんか光ってるわ。もしかして UFO？ あれは金星。ああ、聞いたことあります。金星はよくUFO に間違えられるって。朝と夕に地平線近くを明るく輝いているからなんでしょうね。そうなんですか。鈴宮さん、残念でしたね。どうやらぬか喜びだったみたいね。分かってるわよ。 UFO とかはまた別の機会に追求するわ。